鈴木健介で、今20歳です。まあ、自分末っ子でお兄ちゃんお姉ちゃんは3つ4つ上で俺だけ離れてて、すごいどっちかって多分甘やかされて育ったと思うんですけど、遊ぶのが大好きでずっと動いてるような感じの子供だったと思います。物心ついた時から野球をお兄ちゃんがやってたし、お父さんも野球やってて、家では見るスポーツって言ったら野球だけだったんで、やっぱりもう野球やるって決めて中学高校野球やってたんですけど、高校までと違ってその一緒に何か目指す仲間がいるわけではなかったので、それがすごい自分の中では嫌で、なんか面白くないなと思って、やっぱりその自分が熱中できるものなんもなかったんで、でじゃあなんか新しいこと始めようって思った時に一番最初に思いついたのがボクシングというか格闘技だったんで、でボクシングにしました。なんですか、最初別にその今みたいにプロ目指して本気でやるっていうよりは、まあ、体動かす程度でやろうかなと思ってたんですけど、まあ、ただそのスパーリングを始めてからで会長にプロになるのって言われて、なんか何も考えずにはいって言ってて、なんではいって言ったのかも覚えてないんですけど、やるならガチでやりたいと思ってて、中途半端にならないように、まあ、変な話その部活とかじゃないんで来ないってこともできちゃうじゃないですか自分で、それもすごい嫌だったんで、まあ、意地でも来るみたいな感じでやってましたね最初は。He's a good senshu because he listens. You know, he listens to what the trainer has to say, and he tries to do what the trainer says to do. And also, I think that he's majime. You know, he's very he's dedicated to boxing. He comes every day. He works hard. He tries to do what we tell him to do.I mean, he really works hard every day. So he's a good fighter. But I always look at the main goal of being a champion. And I think if he can become Japanese champion and look at the world level, you know, and start training for that, you know, I think he can do it. But definitely the Japanese championship, I know he can get, you know. Once he gets that, then we can talk about the world level, you know. But right now, the Japanese championship. That's what I want him to get, the Japanese championship. 相手を、まあ、見下すじゃないですけど、自分が上なんだっていうふうに常にそういう思いを持ってやれっていうのを、まあ、ライオンみたいに自分がチャンピオンだ、自分が一番上だっていうのを思ったまま思いながら相手と対峙することが大事だ。それはすごい、なんだろう、やっぱ格闘技においてはすごく必要な気持ちなのかなというふうに思いました。今目指してるボクシングはやっぱりこう身内以外の人、まあ、自分のことを全く知らない人をこうなんていうんですかね、感動というかちょっとこう心を動かすような試合をしたいと思ってて、まあ、そのために必要なのはやっぱり倒すことだと思ってて、まあ、やっぱり KO をしたいっていう思いがやっぱ強いんで、まあ、もちろん、まあ、プロですから勝たないと先には進めないんですけど、まあ、その反面でお客さんをこう楽しませる試合もしないといけないなっていうふうに思ってるんで、人に衝撃を与えられるようなパンチをしっかり出せるように結果を残したいと思います。